はいじゃあきの村上さんの話はできないですね10月1日だからもうそれからどんなんなったかわかんないですもんね今53年だまあでも今今 9, 9月何日だ12です、うん、その頃もう多分日本シリーズですね <laughs> そうです。10月1日だからそうか放送が もう打っちゃってるかもわかんない。まあ、シーズンはもう終わってます。ねシーズン終わってるから。わかんないですね。まあ、いいじゃないですか。はい。じゃ、本番いきます。はい。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。い郁恵さん、こっちから、九代さん。はい。お願いします。 さ10月になりましたねねえ、スポーツの秋ですけどもねなみなにまま今年のプロ野球はアメリカでも日本でも盛り上がってすごいわねねえ、うん、ディーグはやっぱりエンゼルスの大谷翔平くんでしょう、うん、どれだけ刺激力を作れば怪我済むのかっていうぐらいもう天才ですよね、うん ほら日本じゃロッテの佐々木朗希君二十歳で完全試合なんかやったの信じらんないでしょねえ私まあプロ野球はそんなにね詳しくないけど佐々木投手とさペアを組んだバッテリーを組んだキャッチャーもすごい若い子なんでしょ松川幸くん歳高卒1年目の捕手がさ完全試合でマスクをかぶったのが史上初なんだってでも時代は変わりましたねでもねロッテのキャッチャーといえば黒崎智也選手が記憶に残る 佐々木。あ、ごめんなさい。本当ごめんなさい。はい。はい、どうぞ。はい。時代は変わりましたね。でもね、ロッテのキャッチャーといえば、佐々木智…あ、とごめんなさい。本当ごめんなさい。動揺してますよ。勘弁さん、勘弁さん。ちょっと下の周りが悪いわ。ちょっと。はい。佐々木智也選手。佐々木。さ、佐々きどちらでしょう佐々木でき佐々木さんですね。すみません。はい。 時代は変わりましたね。うん、えでもね、ロッテのキャッチャーといえば里崎智也選手が記憶に残るスーパープレーヤーでしたけどね。里崎智也選手はい。え、朗希くんとどっちがイケメンそりゃもちろん。んはいどう、どうも。あ、どうも里崎智也です。うわあ いや今僕の話ししてましたよね外なんか通りかかったら朗希、うん、もいけてるけど里崎はもっとかっこよかったとか聞こえたんですけど、うん、まあ正直に言いましょうか、ん、佐々木朗希と僕でしょ <laughs> まあまあかっこいいにもいろいろあるんでゴブゴブっすね。言 <laughs> でもいろんなかっこいいあるじゃないですか。 あいろんなかっこいいね。はい、えじゃあ,あのじゃいろんなかっこいいあります。はい。じゃあどういうかっこいいということなんでしょうか。まあ立ち振る舞いとか生き方とか。<laughs> ああ<ー>。ね顔のフェイスだけじゃないですから、うん。確かに。はい。男は。うん。はい。 新、改めてご紹介いたしましょう。ニッポン放送ショーアップナイター解説者の里崎智也さんでございます。はい、よ,えー、よろしくお願いします。山田はい,おい、お笑いの人を迎えたみたいな <laughs> 本当に面白いこういう喋りだから。ねえーはい もうなんかラジオとか、うん、もうね、まあ、解説者ですから、うんうん、いろんなところにもそのラジオだけじゃないでしょうけど <laughs>、はい、口が立つという、うん、やっぱりキャッチャーは口が立つ人間にな,なるもんなんですか <laughs> でも好きなこと言ってるだけなんですけどね解説者としては、はい、オブラートに包まないいんですよ、うん、思っったことを言うっていうて、うん、別にそれで誰に何思われても別にいいですよね。 それが仕事なんですから。言い切られちゃったし、ね、<laughs> 言い切られちゃったんで。<笑><笑> そうですねしか言えないですけどその力強い仕込みは何だったんだみたいな改めてご紹介いたしますけどもこちら並木芳一さんお願いしますはいそして粉コロガシですはいお願いしますこういったあのママがいるようなお店とかよく行かれますかそうですね久しぶりに会いました私は偽物ですそれでね虫の知らせという番組は何でもあの吉さんの来てくださった方の好きなものを出しするんです何でも出します そうなんですか何でも出しますじゃあやっぱり現役時代からよく食べてたのは焼肉ですねああやっぱり焼肉好きですか肉はやっぱナイター終わってから11時、1 2時から夜ご飯になるんで空、うん、いてないんですよ店が焼肉屋ぐらいしかそうか<ー>でもそんな時に焼肉重くないですか、うん、だって次の日もあるわけじゃないですかでも寝るの5時とかですよだから11時とか10かナイターなんでお昼まで寝るんですよ だか,らだから11時ぐらいに仕事終わってご飯食べるんでだから皆さんで言うと時時に仕事終わって8時にご飯食べるのと一緒なんでですよで寝るの11時12時じゃないですかだから僕らも12時とかにご飯食べても寝るの4時とか5時なんでええそのご飯食べ終わった後寝るまでの時間って何してんですか そのまま飲みに。ああのもう外に外にいますから。なるほど。まあもしこう家もし家だったら家に帰ってそこからまあ映画見たりとかします。もうねテレビも何もほぼやってないんで。じゃあデイゲームってなっちゃうとちょっとバランス崩れますね。でもずあそうっす。いきなりデイゲームはだから金曜日ナイターして土曜日デイゲームが一番きついですね。ね土日とかって結構デイゲームが多いじゃないですか。 あー夏休みが一番楽しいですねずっとナイターなんであそうか暑いんで土日もナイターになるんですよああ今もう夜ね全然涼しくないですけどね、うん、そうですねでも昼間に比べたらだいぶまじですね、うん、まあそうですよね <laughs> だから高校野球とかってちょっと考えた方がいいなって思ったりとしますよね8月にあの甲子はそうですでも今の高校生は楽勝ですよあ水を飲む時間があったりとかするからっていうこと 水飲めないんで、飲んじゃいけないっていう。はい、あれそんな年でしたっけ？そう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 、はい、<え>今四十六歳です。そこそこでああそうか、はい。だから朝練習始まってから昼の食事まで水飲めないんで、うん、口からカラスで、ね。うんうん、だからあのファールボール拾いに行って草むらにあジュースを飲んでとかあ。みんなそういうこと経験してるけどそうなんですね。はい、トイレ行って飲んだりとか、<ー>で隠れてなんとか飲むっていう時代だったんで、それ比べたら多少暑くても水飲んで休憩時間あるんで楽でいいなと思います。うん あと、まああれ、焼肉の話からごめん飛ばされそうになったっていうことは焼肉でいいですね。好きなものね。お得意でしょ？はい、お任せください。はい、お願いします。はい、じゃあ入れます。受賞演のお弁当です。やった。あ、そっかそっか。写真撮る。やった。ありがとうございます。 すごいですね、言ったもんとか出てくるんですもんねそう、出てくるんです <laughs> 美味しそう、はい、きっとはい。いじゃあ <laughs> アサミゃんはいどうぞはいお待たせしました焼肉弁当ジョジョエンのありがとううんありがとうすごいです何でも出てくるんですよ里崎さんのおかげです私たちもお障害に預かります最近さこのジョジョエ弁当にこのエプロンつくじゃないはいはい これありがたいよねそうですね飛ばしますからねそうメイクするときにもこれね使ったりとかするのへ<ー>えー、舞台でねこれ置いてるのあそうなんですね <laughs>、えー、どうぞどうぞはいいただきますはい早いですねはい <laughs> いやそうかやっぱりお肉が好きなんだ、うん、これは別にあのプロ野球選手になってからって言うじゃなくても小さい時からお好きでしたそうですねまあでも 小さい時はほとんど外食とかできる時間なかったですね毎日野球なんであ,<ー>あもう小さい時から、はい、小学校2年生から野球始めたんで、うん、<は>ほぼほぼ休みは週に1回ぐらいだったんでへー里崎さんってえっとえっとごめんなさいロッテの,、はい、あのずっともう最初からロッテのそ,その捕手っていうかキャッチャー、うんはい、でじゃあその小学校2年生の時に始めた時は、うん どこをやらされてたっていうか。まあ最初はまあ遊びみたいなもんですよね。うん、で、あの、一番最初、ボイスショートだったんですよ。ショートセンター、ショートキャッチャーってなりました。<ー>小学校四年生からずっとキャッチャー。すへ体系的に選ばれるの、キャッチャーって。どうしてキャッチャーって。<laughs> まあ、僕小学校の時、大きい方だったんですよ。うん、う後ろから。 2>, 2番目とか3番目ぐらいで,<ー>であと肩強かったんで,、うん、でピッチャーになりそうですけどねでもピッチャーもう一人いたんですよすごい大きいのがい<ー>小学生で1 7 0ンチぐらいあるええ小学生ででその同級生がピッチャーだったんで,で僕ら小学校の時強かったんですよそのチームが普通の小,小学校の小学校の生徒しかいない野球チームですけど、うん、強かったんですよめちゃくちゃ、うん、ほぼほぼ優勝でしたね大会出てへー すごーいか各ポジションいろいろいたんで、うん、その守備位置の迷いとかもないですねみんなうまいんでへーその頃野球やってた人で、はい、こうやってプロ野球に入られた方ってまだいます他に僕の一つ上だとあのドラゴンズに入った川上健進さんとかへー

人形浄瑠璃も有名じゃないですか。あ、そうなんですよ、阿波野。そうなんですよ。うん、で、それの、あの、すごい。人が、うん、僕同じ小学校なんですよ。へ<ー>え。あの大江美之助さんっていう。うん、そう、作ってる人が。うん、同じ小学校で、で、僕は小学校。五年生か六年生の時に。そのテレビの番組で。うん、その教えに来るみたいな。のがありました。う あの浄瑠璃人形の顔を、ねうん、色付けしていくっていう。え、そんな経験したのはい。へえ。私、高校の時、人形浄瑠璃やってたんですよ。あ、そうなんですか。<laughs> それで、見に行ったことあります。あの小屋があるんです。あ、そうですね。小屋の方に。はい、で、人形、そう。浄瑠璃の。泡の鳴ると、泡の鳴ると、げ、なんだっけ。なそういう劇なかったっけ。けなんかあるんですよね。うん、見に行った。うん。うーん。う すみません私ばっかり食べてる食べてます食べてますおいしいですごめんなさい黙々と食べちゃっておいしいからそうですねあーそうでもそうやってもうずっと野球漬けだったんだその頃憧れてた野球の選手って誰だったんですか僕プロ野球全く見ないんでええじゃ子供の時からじゃ、なんで野球を始めたのやっぱ僕の時代だと まだしかも地方でしたし、うん、男の子は野球、うん、女の子はバレーボール以外スポーツの選択肢ほぼなかったですね、うん、だったら野球見るでしょういや、えー、まああの <laughs> やっぱ僕らの時代毎日アニメあったんですよ7時から8時まで毎日サザエさんが火曜日と日曜日2個やってるみたいな<ー>あと「ドラゴンボール」あったりとか<ー>もう毎日アニメあったんで、うん、その7時から8時までアニメ見ますよね、うん、やっぱり毎日。 うん、だからプロ野球見ないで「来週中止です、ね」ってやったら「なんだよ!」っていう感じですか <laughs> そうか, <laughs> あそうかあの私なんか関東の人間だから、うん、プロ野球と絶対巨人戦が流れてたけど、うん、そうじゃ関西の方がどっちもでもほ,ほぼ巨人戦ですえ大体はい阪神戦とかじゃなくてそうサンテレビとか映らなかったんで。普通の あの民放と同じような流れだったんでほぼ巨人戦巨人戦か、はあ、へえ<ー> <laughs> 野球見てなかったって、はあ、で,で、ね、中学校高校になってくると、うん、あの試合やってる間に帰ってこないんで、うん、家に <laughs> うん、うん、練習があるんで<ー>んそんな遅くまでやってたの まあ、そうですねもうもし1年生とかだと整備とかしなきゃいけないんで10時とかになる時もありましたから、えー、すごい、ね、で,ーで大学行ってもだから野球見る時間ないんですよね練習してるんでんだから今もプロ野球見るの好きじゃないんですよの野球やるのは好きなんですけど見るのは好きじゃないんですよ <laughs> 解説者ですよね、はい。だから仕事だから見れるんですよ。<laughs> 割り切って、だから割キャン的に。だからそこになんかもう思い入れとかないんで。野崎さん面白い。うん、い長いそういうことをおっしゃる人ってあんまりないんじゃないですか、うん。長い長いじゃないですか。長いじゃないですかって言うけど。<laughs> <laughs> あとですね、あの別に特に応援してるチームもないし、で見てるプレーをすごいと思わないんですよ。 えー、素人だったら「いや今のすごいよね」とかなるじゃないですか、うん、プレーに「うん、まあ今のぐらいは普通だよね」とかなっちゃうんですよね。<laughs> で別にどっちが勝っても何とも持ってないから見てても興奮しないんですよ。<laughs> えー、でもこれからの時期だともうシーズン始まるんですけどラグビーとかアメリカンフットボールの方が好きなんですよ。だから早くシーズン終わってほしいですよね。<laughs> <laughs> <laughs> 大 どうやってその、まあ、プロ野球選手の,の時は何、はい、ていうのかしらなんかいろんな,ろんな人の参考にするとかあるじゃないですかそれはもう仕事なんで、うん、研究テーマとして見ます、うんうん、だ今も解説者として仕事なんで、うん、毎日全試合見てるんですよそれ毎日全試合どうやって見るんですそれはもういろいろ今タブレットとかもいろいろあるんで,ーでアーカイブとか残りますしでそういうのでもう3年目になるんですけど全試合見だしてから。 でそれで、まあ、見方も分かってきたんでもうプレーボールからゲームセットまで見ないですけど、うん、そういうあのトピックスを見ていって試合の流れつかんで毎日だからあの試合のどれって言われたらすぐ解説できるんですよ。あ<ー>さすがでも好きじゃないから淡々と見えるんですよ。うん、だから逆にあのこのスムーズにいきますね、うん、もっと見たいとかよくないんで <laughs> ん野球みんな嫌いなのに多分日本で一番野球見てます。 <laughs> うんそういう見方があるんですねあのキャッチャーっていうのはどよくほら女房みたいなのに怖いだとかって言うじゃないですかどういうことですかそれはもうあの褒められないってことですよ<ん>奥さん対外的に褒められなくないですか<ん>夫婦になった時旦那さんは褒められても<ん>奥さんの方が褒められることってそんなないじゃないですか<ん>だからバッテリーでもピッチャーの方が100%褒められますよね<ん>よかったとか<ん>で悪かったら 嫁が悪いって言われますよ。だから悪かったらキャッチャー悪いって言われるんですよ。でも良かったらピッチャーいいって言われるんですよ。だ、ここちゃうかっていう。だから夫婦でも良かったら旦那がいいって言われて、悪かったら嫁が悪いとかって言うじゃないですか。だからもう褒められることないですよね。へえ、そう。はあ、文句ばっかり。文句ばっかり。え、それあの、監督からも、それ外部からも。そうですね。リードが悪いとか、なんであそこでストレートなんやとか。<ー>なんであそこであの指示なんだとか だってサインとか送るのはキャッチャーでしょうけど首振ってるピッチャーもいるじゃないですか結局最終的にはそのなんかこう球を選ぶのはピッチャーじゃないのまあそうです基本は最後は頷いて投げるんでピッチャーの責任なんですけどなんかなぜか日本はキャッチャーの責任に従うっていうみんながだからなめんなってってんですよねなめんなとだから今引退してからは 自称でですすけどにキャャッチーを守る会会長なんよだからやっぱり現役の人は言えないじゃないですかピッチャーのせいだったとかああだこうだって言えないんでそれを解説者としてあれはキャッチャー悪くないとかっていうのをもう言ってキャッチャーの地位を上げていこうっていう。よくあのあれは古田さんなのなんかよくピッチャーに立ったりバッのー 何バッティングな何て言うんだっけあのバッターボックスはい、はい、バッターボックスに立たれた方にちょこちょこっと話しかけてちょっと気をそらせるとかその時の体調をそこで盗むとかってなんかそういうキャッチャーってささ先鋒ですね野村さんとかがやるあ<ー>そういうのやんないですねめんどくさいんでめんどくさい <laughs> <laughs> めんどくさいあそういうのはあんまやんないですね。 その代わり、うん、その他のチームの選手に言われたのは僕ピッチャーに小言が多いんですよ相手じゃなくて自分のチームの,ピッ,チャーにのピッチャーにストライク全く入んなかったり、うん、コントロール乱してたらあのキャッチャーのとこから「もうど真ん中投げてもホームラン打たれるボケか」とかって言ってそれはあの <laughs>。 あの敵がこうバッターバッティング戦あのあのバッターボックスに立ってる時にはい、はい、そうやって言うわけ。はい、そうそうだからそれが気になるって言ってました。は<っ>。その僕らだから言われたの直接サスさんとまあ僕らに言ってないんで別にいいんですけど、うん、あの面白すぎて気になるんであとピッチャーも可哀想だからやめてあげたほうがいいんじゃないですか。どこ投げてんだよまあ。っ <laughs> ど真ん中投げて打ってもらえ <laughs> <ー>そうなの <laughs> 直接言うんじゃないんだ。 ッ言っちゃうんと、はい、に迷うらしいですね本当にど真ん中来んのかなって。は <laughs> なるほど、えー、そういうのをバッターには言わないですけど、うん、ピッチャーとかに言ってました、うん、あでよくあの主人も言ってるんだけどああやってずっとキャッチャーってずーっとこのなんかかがんでるじゃないですか、はい、あれは大変なんだろうなってよく言ってるんですけど、うん、実際どうなんですかれれます、ね、もうずっとそれなんで だから楽な姿勢、覚えますね、うんうん、だから料理人と一緒ですよね、ずっと立ってても疲れないじゃないですか。はあ、だから、そのなんか楽な姿勢。でもはずってさ、ずっと立ってるのよ、立ってるのは。うんうん、まあね、みんななんとなく想像つく。変な話、中腰。はい、何、うんうん、なんかすごい。<laughs> ずっと、こんなよ。はい <laughs>、うん。何時間も。でも、でもずっとさ、しょ,しょうみ、正味、十秒ずつを繰り返すだけですよ。 ずつ座ってまた立つじゃんずっとこんな状態に突然のように二塁にピュッてこうやるのよどっこいいじゃなのよすごくない確かにすごいでしょ立ちくらみととかしたこでも多分昔の日本の人はもう平気でできたと思いますよトイレがそうだったんであそうだ多分だから昔のだから僕もずっと家ちゃぶ台だったんで正座だったんですよでトイレはずっと和式だったんですよ結構小学校2年生ぐらいまでだから 足首も柔らかいですし、股関節も柔らかいんですよ。もうずっとその生活なんで、はい、でご飯食べたら三十分から一時間はずっと正座してるじゃないですか。はい、だから僕あのサザエさんみたいな家なんですよ。はい、だからずっと正座なんですよ。<laughs> お父さん以外全員正座みたいなご飯食べるときは。<laughs> だからそれでその股関節とか膝周りとか足首は柔らかくなったのかなっていう、うん、思います。じゃあ今の子たちは、うん、硬いって言葉めちゃくちゃ。ねじゃないし。はい 椅子じゃないですか多分正座もほぼししないでょうねそうでしょうねさせないかもね女の子なんか特にね足の形悪くなるとかってってだからうちの子供は今8歳なんですけどずっと正座ささせせて勉強すす男男のの子そうですかそっちの方が多分股関節周りが柔らかくなるのはいいやろと僕は勝手に思ってるんですよ自分がそうやってしてきたから。 とえお子さんもじゃあ野球やらせてるんですかいや今まだ小学校2年生なんで、うん、だって、ま、小学校2年生から始めたじゃないですか、まあ、そうなんですけどす、ね、まだやらせないですねあのまあ、一つは僕小学校2年生から野球してきてるんで、うん、野球以外の覚えてないんですようん、だからで自分の子供が野球に適してるかどうかは分かんないんで、うん、いろんなことやってほしいんでまだやらせないす、ねうん、ですでどうせプロとかなれないんでね ななんでなんでで <laughs> いやいやそ,そんな簡単じゃないんですよ <laughs>、まあ、そりゃあそうですけど <laughs> だからもういろんなことを経験しながらしかも小学校低学年ぐらいしかいろんなとこも連れて行ってやれないじゃないですか、うん、いろんなこと経験して、うん、旅行でもそうですし、うん、小学校入るともう土日夏休みチームになるんでどこも連れて行ってやれないんで、うん、まあそれはそれでいいかも分かんないですけど、まあ、僕はもっといろんなことを経験して、うんでまあ、別に小学校4年生ぐらいからい本当にやりたいんだとやっても。 まあいいんじゃないのかなっていう、だ今は個人競技をやらして体力強化してます、水泳とか。あと冬とかはもうスキーに行くんですよ。<ー>で、あの検定を受けさせて、急取らせて。<ー>だから今え、そういうの一緒にやったりとかするんですか。そうです、だから僕も今年から子供にやらせたんですけど。あの現役時代怪我した困るから、スキーできなかったん。そうですよね、あと肩冷やすから、あ,あ,あのプールとかも、ね、<あ>やらないって。だから、二十四年ぶりにスキーやりましたね、僕、今年。 でもそこそこ滑れましたあ、うん、本当にそういうのを子供には経験させたいですねでそれをいろいろやってまだ野球やりたいんだったら、うん、まあ、ね、10歳とかぐらいからやればいいんじゃないのかなと思ってますでも自分のいろんな記録とかいろんなそのものは残ってるんじゃないですかの残ってます残ってますや,でやりたいって言いますけどまだダメって言います、うん、やらせてないじゃん、はい、あのキャッチボールも まあ、そういうのは家で軽くやったりしますけど、うん、まあ、別にそれも軽くやるだけなんで。うん、そんなことよりも、いろんなことやったほうがいい。っね、最近はピアノとかも行かせようかなっていう。<ー>あれ、結構いろんなことやらせてますね<ー> <laughs>。どの可能性あるかわかんないんで、うん、別に。な、その子供に合う一番の可能性と一番楽しいと思うやつを、うん。 最後を身につけていって、うん、まあそれが本当に奇跡的に職業になればいいですけど、うん、別に趣味として一生楽しめていければいいだけなんで、別に野球じゃなきゃいけない理由もないんで。本当そうですね。あと多分野球やったらプレッシャーに押しつぶされる可能性ありますよ。あのプロ野球選手みんな言うんですけど、あの誰それの子供って全員言うんで。ーんあー。 どの世界もそうです<ー>でそうなるとプレッシャーがね、はい、必ず僕の甥いっ子でもお姉ちゃんの子供でもそうやって言われてたらしいんですよ。あれ里崎の子供らしいよって,ってまあ違うんですけどねお姉ちゃんの子供なんですけどう、うん、あのそうやって言われてみんなそういう目で見るんで,、うん、でダメだったらなんか大したことないなってなるじゃないですかだからまあそんな慌ててやんなくてもっていう,うでしかも僕里崎なんで絶対わかるんですよ。 僕の子供って、佐藤が言いたいんで。似てらっしゃるんですか。まあ、周りは似てるって言うんですけど、僕はちょっとよくわかんないっすよね。あ、本当に。だって、あの、双子なんですよ、うち。でも両方全然、二卵性なんで、顔似てないんですけど。どっちも似てるって言われるんですけど、僕はどっちも似てるとは思えないんですけど。それこそ、あのお子さんのことじゃないんですけど。今、本当ね、さっきの大谷翔平さんって。もうみんな誰もが知ってて。 すごく注目の人じゃないですか。佐藤久作さんから見て大谷翔平選手はどうどうですか。だからまあ歴史変えましたよね。はい、歴史変えましたよね。その日本人はメジャーに行って活躍するのは足が速くてそのスピーディーでまあ一郎さんみたいなタイプが体制してパワーヒッターは無理やって言われてたわけですよね。うんうん でまあ、こんな言い方したら失礼ですけど松井秀喜さんもあれだけ日本で活躍して日本に行ったら中距離ヒッターって言われてたわけですよね。って、うん、なった時にこの大谷翔平が、まあ、昨年タイトル取れませんでしたけどホームラン王を取れる逸材が日本人から生まれるって今までの定説をひっくり返すんで、うん、そうなってきた時にそれを見て子供は。 今の少年野球やってる人たちは大谷に憧れて大谷目指していくわけじゃないですか、うん、多分今まででは一郎ささんんん目指して一郎さん行ってったらと思うんですよね、うん、だからそういったところでその将来の可能性が広がるっていう部分では野球界にとってはかなり大きな功績だと思いますね。 でもあの方のその体格もすごいし、はい、また性格もあるのかしらって思いますよねうん、うん、なんかひょうひょうと淡々とした感じじゃないですか何<ー>か出成し遂げたとしても。ね、あと若くからいいいけててるっていうのがいいですね今までの過去に行ってた選手はやっぱり FA 権取ってから行ってたんで、うん、もう30前後で行ってたんですよね<ー>アメリカにだから。 今大谷は発展途上でいってるんで、うん、その早めに六年目ぐらいですかね。だから二十五六で行けてるんですよね、アメリカに。うん、この早めに行けてるのは大きいですね。うん、だから他の選手でも、うん、今日本にいる選手でも早い年で行ければもっと活躍する選手はいっぱいいたと思うんですけど、うん、そこの権利がね、うん、時間がかかるっていうところは、うん。でもさ、早くに行っちゃったらさ、やっぱり日本での活躍が見れなくなっちゃうじゃないですか。うんうん、えー、いいんすいいんすいいんすよ。 <laughs> みんなもうアメ僕はもうみんなアメリカに行ったらいいっていうタイプですね。でそれは何でかっていうと <laughs> テレビでお昼のワイドショーに野球のことを。 することなないいじゃですかでも大谷がんで活躍したら毎日大谷じゃないですか朝から晩まで時差があるから結構朝から「はい生中継です」例えばバッターに立ちました」とかってんかね。るじゃないですかそうやってたりしますよそれを子供たちが見るわけじゃないですかそしたら野球人気がどんどん増えていきますよね。でサッカーにしてもそうですけどもサッカーも注目度を浴びるのは代表の試合かあとは海外の。 あのスペインではフランスではっていうニュースが結構多いじゃないですか、うん、だからもうどんどんアメリカ行って日本の報道がそのいっぱいすることによって知名度が広がってやりたいっていう子供たちが増えることがあるんで僕はもうそれでいいかなと思ってるんですよねでいなくなっても出てくるんですよ、うん、松坂がメジャー行きました、うん、ダルビッシュ出てきました、うん ダルビッシュメジャー行きました、うん、大谷翔平出てきました、うん、大谷翔平メジャー行きました、うん、佐々木朗希出てきましたって必ず出てくるんですよすっごいのど。じゃあ佐々木朗希君も早くにもし本人が希望したらメジャーに行った方がいいいと思いますす、はい、そうです行けるんだったら行った方がいいんですけどここで一つの課題があるんですよ。うん 各今言った選手たちはチームを優勝させてご褒美として早めにアメリカに行かしてくれてるんですよチームの了解がいるんで、早めめにに行くためには。だから佐々木朗希もロッテを優勝させなきゃいけないんでこのハードルを超えれるかどうかがまあ OB の僕が言うのもなんですけど大事っすね。 はあなるほどどうでしょうかそこら辺はそうですね長嶋さんみたいにしたはどうでしょうか頑張ってほしいとしか言ってないですゃそうですかロッテはいずれ優勝っていう機会はそうですねまああの今は結構チャンスだと思うんですよね若い選手も出てきてっていうところでねだからそれを各々が頑張れるかどうかですね だって今今でも首位と五ゲーム差六ゲーム差ぐらいなんで、だからまあ今年は無理だと思いますけど、まあもうちょっといろいろ頑張れれば可能性はあるんじゃないのかなと思いますけど。うん？これはなんて書いたんですか？ヤクルト村上え？ヤクルト村上さん大丈夫。ああ。これこれが分かんなくてすみません。あなるほど。あなるほどね。村上さんね、はいはい。 ヤクルトの村上さんはそうですねすもう今年で、ね、令和初の三冠王に、はい、まあ多分ほぼほぼ堅いと思うんですよね。はい、あのー、今まで松中さん以来なってなかった。はい、でまだ彼若いんで、はい、だから今行ってメジャーにどうなのかを見てみたいですね。今すぐ行ってでまだ彼若いんで、四年目かなんかなんでね、二十二歳とか見てみたいですね。だからもし今年優勝して日本一になって二連覇 がもしメジャー行きたいって言ったらもう行かしちゃってもいいんちゃうかっていう連覇したたじゃんってていいうね見みですよねそうでもなんか海外に行くと移動だってすごいなんかね専用機で移動するとかっていうけどでも時差があったりとかでものすごい試合数とかも結構多いわけですよね。で結構体を壊すとかっていうじゃないですか日本だったらもっと長くできたはずなのにって。 そこら辺の心配なんか親心じゃないですけどでもそのメジャー行った選手に聞くと日本の移動の方がきついってってましたえそうなのあの公共機関使うんでうんだからもし飛行機だと一時間前に空港行ってその待ち時間あるじゃないですかそう専用機じゃないからみんなと一緒に遅れたりとかで周りの人たちもいるし席座ったら隣ファンっていうパターンもあるんですよねでもそのメジャーだともうその 飛行機の下までバスが行くんでで乗ってすぐ飛び立ってでしかも一人一列とからしいですよね選手に対して専用機だからだからそのそういうロスタイムがないからぜひ他の人もいないですしそういうのは楽だって言ってましたで時差がマイナスになると一日空くらしいんですよね規模が違いますねやっぱりねだからそこらへんはあとはもう慣れですよね慣れですねはい そういう順応性があるのはやっぱり若い。方があるかもわかんないですよね。ですね、はあ。で、多分最近は食事の面とかでも。昔と違って、いろいろサポートもしてくれたら、あと宅急便で送ったりもしてるらしいんですよね。レトルトの作ったやつを、なんか冷凍してみたいな<ー>、はあ。もしくは連れて行ったりみたいな。あるらしいんで。うんうん、だから、昔に比べたら、そういったところもかなり。 良くなってきてんじゃないですかね。だから、野茂さんとか行った時代は、それ食事とかも大変だったと思いますよ。もう最初の頃はね。そうなんですか。だから、一郎さんがね。あの、奥さんがいてくれたから、今の自分があるみたいなことをおっしゃったけど、そういうことですね。そういうサポートはね、大事だと思います。大事なんですね。ずっとさっきから話聞いてて、すごい。あなた、全然関係ない話ですけど。声、すごい、いい声ですよね。佐藤さん。はい。 ラジオ受けがいいっていうかなんかはいいろいろね声だけでなくいいところがいっぱいありますねそうですね自分で思ってあとあとで話したいですねなんか急にあの簡単にいるなんだかママみたいな感じになっちゃったなんか波々が急になんだかお茶飲み出して日日言ってお茶飲み出してみんいいとかいっぱいあるわねどうした急に波々わかんないですあそうでも自分のこと自分が一番よくわかんないですねうん。 そう、誰でもそうですけどね。はい。歌っても好きそうな感じがしますね。カラオケとか。そうそう、あの、芸人の時はガンガン行ってましたね。今はあまり行かない。今、あの、毎日どっかの球場いるんで。<laughs> 仕事で。<laughs> そうか。うん、なん、そ、あ、じゃ、今の方が反対に忙しくて。あ、もう、でも、あの、気楽でいいですよ。あの、起きてればいいんで。<laughs> どういうこと。それ <laughs> いや、あの、芸人の時は。<laughs> うん 起ききてててまず朝、うん、今日どっっかか痛くなななないいい探さゃけですねもしくは痛いところ治ってないかなっていうのを体の調子を起きたらまずか気にしますね。うん、で球場行って体作って体起こして、うんうん、毎日結果出さなきゃいけないわけじゃないですか、うん、全国移動しながら。うん、今もう、あのー、座って喋っとけばいいんでね <laughs> <laughs> 体作りとか、あのー、朝起きて痛いところとか気にしなくてもいいんで声さえ出れば。じゃあもうえっと 改めてトレーニングとかそういったことはあ全くしてないですね<ー>、はあ、もうゴルフを月23回行くだけっつて、ね、あ結構行ってますねでも、はあ、で回だからちょっと色がいい感じに焼けてんですねあそうなんそうなんですよ <laughs> あとは野球教室とかもあるんで、はあ、だってゴルフだって現役の時はあんまりししおオフだけしかできないんで10月とか11月からまあ1月まででまああの30から40ラウンドぐらい行きますね、うん、へえ その間しかいけないんで、<ー>週五とかできるんですから。しかし、あのゲーの時ってあのだいたい皆さんピッチングみたいなキャッ,キャッチボールみたいなのをされたりとか、はい、あとなんかこう走り込んだりとかしてるけど、うんうん、キャッチャーはキャッチャーの特別のなんかこうトレーニングとかっていうのはあるんですか。まあもちろんありますね。そのキャッチャーはその小さい サークルの中を俊敏に動けるかどうかが勝負なんでそういう小刻みなステップとか小刻みの動きが試されますね動作大きく動かす動作のプレーがないんでへーでも結構体格のいい人がキャッチャーになることって多いじゃないですかそうそうですねそんな俊敏な動きってだからそのあのミニハードルだったりとかこの足踏みしたりとかだから僕は真っ直ぐ走ったら遅いんですけどそういう小刻みの種目は結構早かったんですよへー ごめんなさい、今ちょっと、こう、ちょっと、体をひゅっと見ちゃったんですけどね。まあ、そうか、明日遅いですよ。そう、そうじゃないかなと思う。うんうん、あの、そこで勝負してないんで。あ、そこでは勝負してない、ね。あーねうん、はあ。じゃ、今でも、やれって言われたら、なんか。できるやれってや言われたら、できるんですけど。回復力ないんで、次の日全身筋肉痛になりますね。うん、そりゃあそうですよ、ね。よ、はい、でも、一発の動きはできるんですよ。やろうと思ったら。 でも継続ができないですねもう。はあすごいなあ、うん、なんかもうね,ね<え>結果を出すっていうのは大変ですよね。ででもスポーツ一番楽だと思いますよ。どういうこと？うん、<僕>一番楽？社会の中で野球っていうスポーツが？でもサッカーでも水泳でも体操でも<ー>スポーツ全部が一番楽だと思いますね。うん、ええー、<laughs> どう？ ど<な>、うん、どういううういいレベルででそれに今言ったんですかことであの結果が如実に分かるっていう誰が頑張ってるかだから野球でも打てば数字に全部出るじゃないですか<ー>で水泳でも陸上でもタイム全部出るじゃないですかで誰が優秀で誰が劣ってるかを全員が一目瞭然で分かるじゃないですか。うんうん でも僕引退しからの今の仕事って同じことしても「すごい良かったです」って言ってくれる人もいればあいつはクソやなっていう人たちもいるわけじゃないですかだから何が正解か分かんないんですよ今の僕の仕事ってだからもう僕は自分が楽しかったらそれでいいと思ってるんですよねでも現役時代はももう結果が分かるんででも逆に言うと出したらこっちのもんなんなでだから楽だなっていうそれもう明確で全員が同じ基準っすよ。 どういうふうに自分自それはもう頑張ってないですね。え、だって頑張ってもそうあと頑張り方間違えてます、ね。うんうんやり方を考え方とか、うん、あとまあ僕のもう究極のいつも元気で言ってたのは、うん、頑張らなくてもいいから結果だけ出せっていう難しい頑張るとか関係ないっていうみんな頑張ってるからっていう。 どういうふうにやってましたじゃあ、それ、自分自身は。だから、僕が一番変わったのは。うん、自分の研究一番最初にしました。うん、今までは。自分のやりたいことやってただけだったんですよ。で、それで通用してたんですよね。うん、アマチュア時代は。うん、だから、そんな苦労、まあ、考える必要ないじゃないですか。自分のやりたいようによって、結果出したら。うん、もう、そんな奥深く考えないですよね。で、それがプロ入ってから、自分のやりたいようにするだけでは、結果出なくなったんですよね。うん、で、そこで、相手のことを考える前に。自分のことを。 考えたんですよ、うん、もう解剖して自分の得意不得意弱点長所傾向どういうタイプなのかどういう弱点あるのかっていうのを全部調べてでその調べた結果をもって相手手の選手がどう攻めててくるかを照らしし合わせて研究したんですよ、うん、でそうすると相手が何するかが分かってきて、うん、それを今まで自分のやりたいようにやってただけが頭使って野球をするようになって一気に結果出るようになりました。うんへー 今まで何も考えないでやってたんでって思いましたその時に勉強した時に初めて誰かにそれは先輩とかに助言してもらって助,助言してもらったっていうのはその原井さんっていう西武から来てた方が、はい、その井原監督がこうやって言ってたとな、うんはい、ないい球一一生生待ってても打ても打でもちょっと頭使って来る球待って打ったら打率1割上がるっていう。 って言ってたよって言われて僕その時の前年ゼロ割四分三輪だったんですよゼロ<ー>割ですよでそれがその研究して頭使って勉強してやったら次の年三割一部九輪だったんですよへー面白いように考えちゃったらその通り相手投げてくるんですよで弓が当たるんであとはそこを打つかどうかはもうね力勝負になりますけど だから予測がどんどんつくようになってきたっていうところで結果出て自信につながってそういろんなことの引き出しが増えていったっていうのがありましたね。うん、はーすごいなー。へえそれなんかこう本にしてもらいたいくらいですよね。いろんなそれ野球の選手だけじゃなくて、うん、普通の人にもなんかこう通用する、うん、まあ自分探し自分の研究はいでね。 自自分分ののここととと全く知らななかったたた思いいましししすごい研究でも自分のことを研究すると自分の欠点がすごく気になったり自分の欠点だらけだったりとかするともう自分が嫌になっちゃうっていうこともあったりすると思うんですけど、うん、いやでもそんなもんなんでまあそんなもんなんですけどねあだからこんななははずじゃないって思ってて思るやつはダメっすね <laughs> 受け入れてないじゃないですか自分のこと<ー>こんなはずじゃないのにもっと俺はできるのにっていう人は大体、うん、そうやって言ってる人は、うん、辞める時も人のせいにして引退していきますよね。うん コーチが悪かったこう監督悪かったとかチームが悪かったとか、うん、俺はもっとできたはずなのにって、うん、人のせいにしてやめていきますけど、うん、だから受け入れなきゃいけないんでダメな自分を、うん、だからそんなもんなんやって思わないと、うん、あのスタート切れないですよね、うん、だから僕はもうその時にもうそんなもんなんやっていう大したことないっていう、うん、でも頑張ればいけるっていうのでどう頑張るかの頑張り方ですねうんすごい 解説者じゃなくてどうしてコーチとか監督とかってならなかったんですか？いや、うん、面白そうじゃないですよね。なるほど。30年間ずっと野球やってきたんでうん、うん、8歳から38歳まで、うん、でやっと野球から解放されて。うん 初めて夏も休めたりゴルフも初めて夏のあの芝が入ってる青々としたゴルフ場で初めてゴルフできたり <laughs> 海行けたりっていうのを体験やっとできたんですよねで。それをまた同じ選手と一緒のスケジューリングで動くいや人生1回しかないのにと思って。へーそう。はい でしかも自分がやるの好きなんですけど、うん、見るの好きじゃないじゃないですか。うん、多分つまんなそうですよね。自分が動きたくなっちゃいますよね。<laughs> そ,うそ,うそうそうなん、そうなんですよ。うん、はあ。でもね、そういうのいっぱいいますからね、うん、本当にね。えー、私だけだこれつけてたの？そうそうそう。<laughs> いやそは私はこのまま街出ちゃいそうだった。<laughs> 佐々木さん、最近プレ野球ニュース少ないんですか、出番。あ、すみません。そうすちょっと、あの、スケジュール空いてないんで、入れ,れないんですよね。スケジュールでなんだ。嫌がってるわけじゃない。はい、あ、僕、今日も、今、広島から帰ってきたんですよ。ええ。朝、7時の新幹線で。うわ。土曜日、広島の番組出て、うん、で、に、昨日、あの、カープ対距離制の会社番組。あるから、ね。はい、あ、地方で。はい。で、今、帰ってきて。 で、今日これ終わったら、今から千葉行って、解説行きます。ああ、なるほど。今、今日で、十七連勤中です。ええ、あ、七七七七。三十四まであります。今日だから、ちょうど半分です。へえ。もう終盤で、月曜日も休みなしみたいな。月曜日も、なんか入る、もう、なんか入れるみたいな。はい。え、今日はロッテ戦です。はい。これから。なんか、月曜日って休みっていうイメージがあったんだけど。 もう終盤なんで雨の降って予備日とかが入ってくるんですよね中止になったのがあとコロナで試合が中止になってるんでそれがこっちずっとずっ来ちゃってるんですかあそうか試合数は消化していかなきゃいけないわけだあそうかそうかじゃあくえさん戻りますはいこれリクエスト行きましたはい one はい、佐、はい、里崎さん。のこれはもうね。はい、はい、これ、僕が打席に入るときに。ずっと、ずっとこの曲だったんですよ。これは、おば、まあさん、ライブとかもよく行ってたんで。ん<ー>自分がもう、大好きで。そう,そうそうそう、で、まあ、入るのに、リズム感とか、うん、あの、テンション上がる。曲にして。うん、で、僕は、もう、コロコロ変えるのが、あんまり好きじゃないんですよ。うん、あの、この曲を聞くと。多分、ロッテファンの人たちは。もう、ボアの曲だと思ってないんですよ。 僕の曲と思って。そういう意識づけがまあ僕は大事だなってだから街中でどっか聞いたとしてもテレビから流れてもラジオから流れてもこれを聞いた瞬間にもうロッテハンは多分一生僕を思い出します。すごい。なるほどね。これを選んだ理由って何なんですか。だからまあリズム感とかその当時その出出してる曲の中でまあ一番ライブに行ってなんかこう。 心臓を打たれたみたいな感じで、はあ、なるほどねやっぱりそういう自分をこうねなんかこう活気づけるようなそういう、ねうん、大事ですよね大事ですよねさあ里崎さんはい虫の知らせという番組なのではい虫の知らせ的なことって今まで経験ありましたかいや特にないですねじゃあ聞いてみましょう、まあ、はいはい <laughs> に聞きましょう、はいいろろとあのね里崎さんの場合はその虫の知らせとかこうスピリチュアルとかっていうふうに意識しなくてもスピリチュアルってこう本質って意味なんですけど、うん、この本質をもう生きてらっしゃる方なので、うん、例えば何か自分が選択する基準っていうのもワクワクするかとか楽しいかとか面白いかとか喜びを感じるかとかこういう、ね、ポジティブな意識がえ自分の中に湧いてくるかなっていうのを基準に選択してるんですね、うん、基本が。ここういううい生き方ってすごくこう 実は道を開いていてくんですよこうすべきだからとかこうでなければならないからとかそういう生き方っていうのがよしと一般的にはされるんだけどそうじゃなくてこの楽しそうだからいやこれはちょっとね楽しくなさそうだからいや面白そうだからってこの本能みたいに感じるものを大事にすると実は開いていく。 っていうのが、えー、あるんですねそれをね字で言ってる方なんです実は本質がねなのですごくそこが僕はいいなっていう風に感じるのが一つなんですただ、うん、すごくねそうは言っても洞察力とか分析力とか直感力とかは実はすごく鋭いんです、うんまあ、キャッチャーをやっていたっていうのが生きているのかもしれないです、うん、な何かこう先を読まなきゃいけないとか流れを読まなきゃいけないっていう部分が出てきたりしますよねそういうところで磨かれた部分っていうのもあるんだけどでもベーシックにそういうものを持ってらっしゃるのでそれがね今の解説にも生きているっていう風うにガイドの方が 言うんですねただそしてその、えっと、解説をする時または何かをこう語る時何かをする時も基本的に当たり前とか常識とかこうであるはずのものっていう見方がこうガチッと決まってるものをこう、ね、違う角度からこうぶっこんでいくというか違う角度からこう見ていくというかそういう思考パターンがすごくこう目立つんですねこう見ていると。 野球のことだけにじゃなく違うことにもこう人のへえとかあそんな見方があるんだとかあそんな考え方もあるんだっていうこう人のキャパシティがこう大きく開いていくような中でそういう影響も与える人なんだっていう,ふうに後ろの方が言うんですね。ガイドさんに野球の関係者っています。はい、いません。えあそう。はい。もうね実は後ろの方っていうかその佐藤滝さんの過去生と生まれ変わる前のこう人生っていうものを見てみると結構ね葛い職業が多いんです。 意外にも意外にも天然方なんだけど牧師さんだったりとかあと哲学者であったりとかいわゆる教師っていうのとかねそういう結構固い職業をあの何回かこうやってきてる部分っていうのがあってそうなんだけどそれとはこう反対にというのかな、うん、今回はその。 飄金な部分とか面白い部分とか明るい部分とか、うん、この型にはまったそのものの見方ではない見方の方にこう触れてってるのでこれがねすごくいいんですよバランスなんですねうんなんかそれは僕魅力的なあのところだなっていう風に感じますうんうんでも一回大学の時も教職の免許を取ろうとしてるんですよ、はい、ええうん、それでも今回やらなくていいんですはいでもできるんですうん でもやめたんですか。あの監督にプロを目指したいから、うん、授業行ったら時間が取られるからやめてくれって言われて、うん、ちょっとやろうとしてたんですけどやめました、うん。そうだったの、ね。うん、それはちょっと少し後悔してた部分あります。いや、うん、全くないですね。全くない。うん、はい。あの保険として取っとけば未来が広かの選択肢が広がるからまあ別に。 あって困ることなないいじゃないですか、うん、っていう気持ちで行ったんで、うん、まあ別にそれがなくてもじじゃななくてて、まあ、保険としてみたいな感じですすよよねそうで頭の回転も実はすごく早いので、うん、例えば解説僕その野球とか正直全然知らないですし、うん、解説とかもよくわからないんですけど例えばうんかどう言ったらいいのかな、えー、解説していてもこっちの立場からはこう言えるし。 こっちの立場に立ったら、こう言えるしって、なん、なんて言うんだろう。こうね、臨機応変に、すごくこう、立ち回れるっていう言い方でいいのかな、うん。という部分がすごくあるんですね。ねすごいっすね。うん、僕いつも答え二つ持ってるんですよ。はい、どっちの立場でも言えるんですよ。うん、で、どっちで言ったら面白いかだけ考え。ますえっとね、二つっていうのは、そのど、ど、ど、どういう立場の人の見方ですか?。だから、まあ、監督として、見方と、選手として、の見方と、うん、別にどっちの意見も正しいんですよ。うん、はあ で、それを、この場面で、どっち言った方が面白いかっていう。うん、はあ。見てる人、聞いてる人が、どっちの方が面白いし。うんうん、だから、僕はどっちの方になって、責められたとしても、その答えを常に持ってるんですよ。うん、だって、え、瞬時にでしょ。だって、その試合、生じゃないですか。うん、生のものを見て、解説したりとか、こうするわけでしょ、うん、ああでも、こう俯瞰で見るんで。いやー、俯瞰で見るんだ。うん、もう、それが、やっぱり。キャッチャーとして、務まってたのは、それが、できるからなんでしょうね。うんうん そに野球見るの好きじゃないんで、うん、あと、まあ、入っていってみないんですよ、うん、だから。ああ、うん。常に。っていうでも、それ人間としてのこう魅力にもなるわけ。ですよ本当からううね。うん、はい。悩むことないですか。悩むことは、まあ、今現在はないですね。<ー>その、まあ。悩み。まあ、僕の持論なんですけど、うん。うん どうなるか分かんないですよないですけどどうすればいいんだろうとかうどうしようっていう、うん、でもそれ選択肢が正しいかどうかうまくいくかどうか分かんないですよ、うん、でもこうしようって常に思うんで,でそれをやってみてあこれ違うかったなって思うことも山ほどありますけど、うん、でも今度じゃあこうやってやってみようっていうのの選択肢が常に生まれるんで、まあ、悩まない悩む前にやりますよねそれを。ーへーとりあえ。ずやってみてみ まあやってみないとうまくいくかどうかわかんないじゃないですか,かとりあえずやってみて、まあダメでもダメで、もそもそもがダメなんでまあ問題ないですよね <laughs> そのね、うん、そもそもがダメなんでっていうね,ねそれがあるのがすごい勇気がいるなそもそもがダメなんでっていうのを明るく言えてねいやそんなもん大したことないですもん、人間なんて <laughs> <laughs> だからみんな頑張るんですからまあ <laughs> ね ええ、多分魅力的ですよね、うん、そういう、うん、オーラ何色が見えるんです、ね？黄色,です黄色？うん、じゃあ平均な部分が結構あすごいき広義な意味で,すよでサービス精神も旺盛です。<ー>うん、そう、まあ赤ももちろんそのきもちろん単な言い方ですけど、赤の周りにあ違う黄色の周りに赤も、えー、あるのでね、うん、そういった部分がさっき言ったこうとにかく考えるよりも動くっていう行動力に、えー、つながってたりもしますけどね。はい。は アンテナがねとににかくあちこちこすすごい立つ人なんですよだ僕ね、えっと、失礼な言い方になるかもしれないけど野球をねこれだけ続けてこられたのがすごいというふうにこのエネルギーの質で思うんです。いろんななことに気がいく人なので、うんうん、だからそれをこう一つ、ねうん、野球っていう形でプロという形でこう追求されてこられたっていうのは、うん、もちろんそれはねあの自分がやるっていうことに対して興味を持ったからなんだけど、うん、でもそれが続いている,いるというのが こういうエネルギーの質の人ってなかなかね一つのものにこうなれない人って多いんですへえ<ー>、うん、そうなんだそう全員ではないけどそういうこの質的にはそういうところはこっちが気になるあっちが気になるそっちも意識がいくこっちも意識がいくってもう、ね、とにかくアンテナが立つので そうだからそれはすごいなっていいうに思ますねだって球団だってもうあっちこっちじゃなくてもう千葉ロッテ一筋でずっとだったじゃないですかあっちこっちなあの球団あのちの球団いいなおかしっって思ったりしなかったまあ思うんですけど僕も人間だからそれは他のチーム行ってお金たくさんくれるんだったらそれは円でも多く欲しいでですよねも強いチームに行って優勝して泣けるかって言ったら泣けないですね当たり前なんで。 だからそのロッテっていう弱いチームを、まあ、僕一人の力じゃないですけどみんなの力を合わせて、まあ、2回日本一になっての方が泣けるし楽しいじゃないですかだから強いところ行って結果良くても楽しくないんでそれだったらロッテにいてこれで何かを成し遂げた方が楽しい駄目だったとしてもであとまあお金はあればあるほどいいですけど僕がもん満足してる額あれば別に僕はそれでいいんで人と比べることじゃないんで。 なんか石のような感じの人ですよね <laughs> <laughs> あの。なんですかね、なんかこう芯がね、<laughs> しっかりと、うがっちりとしてる感じが、うん。でもね、すごくいい意味で子供っぽい純粋さもある方なので。はい。すごくそういうところの魅力だなというふうに思いますね。はい。こういうスピリチュアル的なことって、あんまり。ご興味なさそうな感じがして、聞く機会がない、うん。そう、そうっすね。ですよね。うん、はい。 今真剣に久しぶりに聞きましたね。<laughs> 人の話を真剣に。<laughs> <laughs> よく落ち着いて聞いてくださいました。えー、ありがとうございました。逆に質問もなんか変わりませんか。大丈夫ですか。<laughs> そうですで、ね、気をつけたらいいことあります。<あ>気をつけたらいいこと。うん、そうですね。さっきあの一番最初に話した基準がね、その楽しいことは苦くすることとかね、うん、えー、そういう。 このね、自分が惹かれるって、これを頼りにしていけば、全然オッケーです。ああそこにもしもですよ、はい、例えば、ああ、でもな、この人には恩義があるからな。本当は全然楽しくないけど、でも、恩義があるからな、みたいにはやらないっていうのがとても大事ですっていうこと。はい。うはい、そう,いうこと、ね、それ規模で明示ときます。<laughs> はい。ありそうですよ、そういうことね。ね。まあ、あのー。 情も大事にしたい。そうですよね。<laughs> 人間ですからね, <laughs> はね。はい。でも今ちょっと肝に銘じておきます。ああ <laughs> はい。だめなのそれそう。えっと、佐藤さんの場合にはしない方がいいです。うん。それがね、道が微妙にずれ始めるきっかけになるんです。うん。<ー>そう、だから、もしそういうふうに恩義があるっていうふうに思って、例えば感謝の気持ちを持ってるっていうのであれば。違う形で、何らかの形で、こう表明すればいいですね、それは。はい。<ー>うん。 そうですで、一生覚えときます。一緒ね。真剣に今日は久しぶりに聞いたのでね、ちゃんとこうね覚えてくださってるということで良かったです。はい。はい、ごましゃりいしす。台本これ何ここれは別にいいですかね。びっくりマーク。あ、大丈夫でしょ。あ、いいですか。これお願いしますね。 えっとラジオ関西で、はい。えっとこれ終わったんです。いくつうか、最初にいはい。えこれいくつさんに言ってもらった方がいいかもしれないな。番組違うから。はい。このあとラジオ関西。うん。えっとラジオ関西は神戸にある民放ラジオ局。うん。えこれ全部読めばいいんですか。まあこれでいいと思いますよ。別に。 ああ全部読まなくてもいいです、ね、あの,、うん、あの知らせがスタートしますということで「ラジオ関西デー」も、はい、これから7時半から8時まで聞くこともできますので、はい、お楽しみください。先、えっと、先生の、はい、先生のの、うん えっと告知が終わった後にそれ話しましょうかはい告知が終わった後、うん、さて里崎さん言う前にそうですねはいはい。じゃあ行きます伊藤さんどうぞさてナミナミはいはいなんかトークライブも近々あるじゃないですかそうですねはいお知らせ、はい、お願いしますはいありがとうございます毎週火曜日24時から放送中のいったもん勝ちたもん放送101回記念としてチャリティー公開録音 並木義和ズプレミアム価値トークライブを開催します。えー、10月の9日、えー、東京ミッドタウンにあるビルボードライブ東京にて、えー、瀬川栄子さんやダチョウクラブの日子さんなどたくさんのゲストの方々とともにご来場のお客様からの悩み相談にお答えしていきます。お問い合わせは並木義和ズおっしゃるサイトまでお願いします。ぜひご一緒にハッピーな時間を過ごしましょう。ご参加お待ちしています。お待ちしています。はい、そして並々すごいのよ。なんとははラジオ関西だね。うん。なんと、はい、この後この虫の知らせ。うん 19時30分から聞けちゃうの。この後ですか？そうです。この後、神戸にあるね民放ラジオ局これがなんとね FM でも AM でも聞けちゃうということなので、たくさんの方に聞いてもらえるわね。楽しみにね続けて聞いてくださいって感じですよね。はい。さあ今日はあのゲストに来てくださいましたさ崎さん本当ありがとうございました。いい声だし話がもうなんかこうわかりやすくて本当に。 ねえ、本当、ね、気持ちいい感じでしたけども、うんうん、今後えっ、ー、と今夜これからのご予定は？最近ちょっとね、<え>先ほども言いましたけど運動不足なんで、うん、ちょっとバッティングセンターに行って軽く打ち込んでちょっと太らないようにしたいなっていう。うああいいなー、はあ。皆さんどうですか一緒に行きたい行きたいです行きたいです。です <laughs> 私は行きたいは行きたい、コーチしてほしいです。いや来るんだ。<laughs> それでは波の見からのワンポイントアドバイスです。

えと質問がね最近あったんです60歳を過ぎたから本当になんかこう自分の人生生きている意味がわからなくなってえそして生きる意欲もなくなってどうしたらいいでしょうかっていうご質問があったんですねでこれ60歳というよりもだんだんやっぱり年齢を重ねてくると日々新しいことを経験することでなくなっていきますよね若い時っていろいろとこう新しい経験をしようとしなくても例えば学校でとか会社でとかってそこで新しい出会いがあってみたりとかいろいろ新しいことってこう 触れることって機会としては多いんですよねなんだけど年を取ると年を重ねていくとなかなかなくなっていきますよね意識的に自分で新しいことっていう風に選択していかないとなかなかそれに取り組むって機会がないですよねなのでどんなことでも構わないのであの何かこう それが身になるとかならないとかも関係なく気持ちが惹かれるとかなんとなくこれやってみようかなと思うことで新しいこと今までやったことのない新しいこともしくは若い時にずっとやっていてしばらくやめていたことをもう一回やってみてほしいんですよね。そうするとその時のね感覚っていうのが蘇ってくるんですよ。あなんか新鮮だなっていう感覚だったりあなんかこれ努力するとかってこんな感覚だったなとかそういうものがまたあなたの生きる人生のねこの糧になっていくっていうふうになるのでぜひね新しいことをスタートさせる新しいことを始めてみるってことに意識を 向けてみていただけたらと思います。ええ、疲れた。もうヘイどうだったんですか？バッティングセンター。ええ、佐藤崎さんってばね、高知騙しに火がついちゃって、私とママ素振り百回ずつやらされたの。あらららら。ちょっとなみなみを素振りしてみて。こんな狭いとこですか？いいじゃんいいじゃん。でそこら辺ちょっとあの広いとこある。 <laughs> <laughs> ほらバットあるでしょおそれバットあるじゃないほらありますねなみなみが運動してる姿なんか見たことないもんね <laughs> 見てみたい <laughs> そうちょっとねバット振ってちゃんとやってみてくださいあ左利きなんですよ、はい、あ左利きなんですかはいどうぞ振ってみてください振れんの振れー振れの <laughs> 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 でも ちゃんと風を切ってた感じ。音音がした。そう。でももうちょっと強くやってみて。はい、頑張ってなみなみ。はいはいなみなみフレフレなみなみえ。 ねどこに向かって打ってるの？あのさちょっとすごいすごい笑ってるんですけどこれなななんだ違うでしょもうちょっとちょっとサトサさん呼ぼうよちょっとサトさんすいませんちょっとね腰入ってないんですよ腰がねしっかりあの左なんでもっと左腰回ら回さなきゃいけないですよ左腰を回してくださいは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 いどうですかねだからどこ向かってんの さ、つまいさんやってもらう。ちょっと、すみませんけど、さつばいさん、お願いできますか。お手本を見せていただいて。はい。そんなこと、なかなかないよ、このおもちゃのバットを振ってもらうなんて。すいませんね。はい。じゃ、あおもちゃのふと。ほら。すごい。ちょっと、私、めでたい。はい、みなみんなみな。はい。私、あの、王さんが大好きだったんで、一本だ、一本足だ方。あ、あ、いいわ。 すごいわすごいめちゃくちゃいいっすよめちゃくちゃいいっすよはい、涙にもう一回出す腰入ってますもんだから、あの足がおかしいでしょも ちょっとなみなみもうちょっと里崎さんに指導してもらってね行きなさいちょっと本当に「すいませんですありがとうございました」って言いながら里崎さんも少しダイエットした方がそうですねでも今気合ダイエットやってるんですあ気合ダイエットねどういた気持ちで痩せないっていうね楽な方法皆さんお持ちしてます